こんにちはノブジャイブンファミリージャイブ動画講座始まります。えー、本日のテーマは、えー、今写真ね見てもらってると思います。えー、スイッチスタンス。えー、スイッチスタンスのホームの作り方っていうことをね、えー、ちょっと解説していきたいと思います。なぜこのねスイッチスタンスを解説するのか。 えー、フリースタイルアじゃないし俺ジャイバーだしなんでスイッチスタンス関係あるのみたいな <laughs> とこはあると思いますこれ実言うとすごい関係がありましてね、えー、ストラップインジャイブをすると、えー、後ろ足でストラップ入れたままジャイブすると最後必ずこのスイッチスタンスの形になってしまうんです、ね、でもこの最後のスイッチスタンスの形ができないと実言うとせ、えー く止まらない加速するジャイブができても最後に足入れ替える時に、えー、完璧に失速してます。逆にぴったり止まっちゃう。そうだったらノーマルジャイブのがいいんじゃんみたいな実用と話になっちゃうんですよ。えー、だからまあ,あの、ストラップインジャイブっていうのは基本的にはね、ウェーブジャイブ、ウェーブをするための練習ってことなんですけども、この効力がすごくて、どんぶきでもね、後ろ足ストラップ入れたままだとジャイブできると。えー、3.4オーバーとか3.7オーバー。でも ストラップから抜いた際に吹っ飛ばされて、ボードが暴れて、ジャイブ入りませんよっていうのが、ストラップインジャイブだと、その体勢をね、そのままの維持、セーリングフォームのままの維持した体勢でジャイブ入れるので結構入れちゃうんですね。ストラップ抜いちゃうとどうしてもね、重心が上がる。ね。後ろのストラップの位置から前足置く抜いておくわけですから、重心一回上げなっちゃうねその時にもう板が暴れて、うねに食われて、つることがあって、全然できない。ただ、ストラップインジャイブだと、今までそれでできなかったのに、できちゃうんですよ。 そうすると、ね、もうね、ストラップ抜くことさえ嫌なんですよ、ジャイブするときに。もう、ストラップ抜いたら、ジャイブ逆に言うとできませんってなっちゃうんですね。そうすると、えー、最後のこの、えー、スイッチスタンスっていう悩みが出てきちゃう、えー。だからそこをちょっとね、修正して直そうかなというちょっとお話ですね。これは結構、えー、みんな結構悩んでますので、形とか、えー、結構いろいろと教えてます、えー。でもなかなかそれがね、う、え、ま、ー、くいかない。まあ、簡単な話で言うと、練習しちゃえばいいだけの話なんですね。 スイッチスタンスは基本的には練習しないです、みんな。だから、練習してもいないもの、イメージにつかない。知らないってこと。知らないことはイメージにならないし、そうすると形にできないってこと。だから練習をする。だから、これは美風でも練習できるんですね。実用ね、スイッチスタンスっていう、えー、あのの大きなボードでね、セールで、えー、走ってて、まあ、小さいセールでもいいですけど、プレーニングしない状態で足を入れ替えて、スイッチスタンスでセールを取り目して走る練習をする。で、ノーズが上がらないように。 ということをね、いつも,いつも練習する。まあ、3メーター、4メーター、4、5メーターぐらいのね、で練習するのが一番いいんですけど、ね、それで練習して形を作ってしまえば、自重とこのプレーニングしたとあのストラップインジャブの後につながるってことなんです。だからこれ結構練習した方が本当はいい,い,いですよねっていうところなんです。ただ一つ問題があって、50歳ぐらいすぎると、私ぐらい寝てくれるになると、体が硬くなって、この自中と上半身と下半身がねじれるんですよ、完璧に。 このねじれっていうところで結構難しい。だから、先日から私、そのストレッチの方法とか、えー、ちょっとお,おし教えしたんですね。で、今回は動画で、えー、なぜ、まあ、スイッチスタンスうまくいかないのかっていうのをちょっとね、えー、動画で解説して、ポイントが、ね、2つぐらいあるのかな。えー、ちょっとやってみます。えー、まずね、えー、ジャイブっていうのをちょっとね、スイッチスタンス、ストラップインジャイブからスイッチスタンスっていうちょっと動画を見てください。いやー、あったきして、おー、マスト前出てるぜー、みたいな。おー、スイッチスタンスになったー ここからです。一応スイッチスタンスで走ってます。もうダダッ下りってやつね。交代ぐらいして、ほら、うねりでどんどん下っちゃって安定しないよ、みたいな。足を返す。やっと帰った、みたいな。もう、思いっきり下っちゃってますっていう <laughs> ところなんですね。<laughs> かこの型の作り方っていうことをちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、あのポイントとしていくつかあげます。これね、ストラップインジャブでセル返しました。で、これ、ストラップインジャイブっていうことなので、ちょっと見てもらうとわかるんですけども、えー なんだろうボードがクォーターまで向いてては、まあ、あのここで内計本当ね頭1個分取ってもらえばもっと本当にボードが回るただ、ストラップインジャブで体がこうねじれないのでこの体勢になってここから回せないっていうところは、ね、まだ形が作れてないでそういうことになってしまいます。うんーどこを直すかっていうところなんですね。えー、でこれ実言この辺はちょっと形良くなってますね。えー、次は形良くなってる、はいます。でこれ実言うと 形ってそんな悪くないですよ。結構教えてますのでね、えー、ブーム体を吹き込んで、肘が曲がって風をしっかり出てます。えー、で、形的には、えー、風の、えー、ね、えー、風上の方にちょっと背中を向けて、もうちょっと本当は腰がキュッとこう、ね、風上に向くと本当はいいんですけども、形はできてるんです。で、これ、えー、実は、えー、ちょっと待ってください。私のちょっと形をちょっとやってみましょう。うん、どうだろう。もうちょっとこれこっち、ちょっとすいませんね。ちょっとこう、えー、見やすいようにしておきます。 えー、これちょっとね、こっちの画像がちょっといまいちなんで、ちょっといいですか。<laughs> すいません。えー、ほんで、こう来て、私の場合、こ、え、う、ー。これは、あのー、倒れ込み内径じゃ、ないや、この内径軸がしたりしてるんで、ずっとレールが入ってるんで、ボードが実言うと、クォーターから回ってきてるんですね。クォーターから、えー、この後ちょっと見てもらうと分かりますけど、くーって持った時に、 実はクォーターじゃない、アビームまで行っちゃってるんですよ、実優と。ええ、で、これ見てもらうと分かるんですけども、実優と体勢はそん,なかそんなに極端に変わらないんですよ。ほら、このブーム手のき込み、ブーム手のき込み、えー、こっちの方が強そうですね。まだね、練習中の方の方が強そうなんですよ。まあ、肘の上げ下げはね、多少ありますけど、まあ、肘下げた方が重視これ何が一番違うかっていうのはちょっとあの見比べてみると分かるんですけども、何が一番違いますか 実ゆと、えー、これの内径軸の違い、肩、えー、や、えー、こっち,もうちょっと進んでいくと片や、ボードの上に、えー、水面に、垂直に体がほぼ立ってしまった。で、片や、えー、風上に体が倒れ込んでる。この違いなんですね。この違いが1個。でもう1個2個目。えー、実ゆとボードがクォーターなんです。で、えー、アビーブんです。この違い。 クォーターで走ってるのかアビームの違いで違う。そして体は大体一緒みたいな。ええ、ただ、内側の垂り方が違う。この2つをちょっと考えてもらたら分かるんですけども、風はこっちから吹いてるんですで。本当の風、北西の風が吹いてます。そうすると、ボードが北西の風,風に対してクォーターに向いてる。ってことは、いいですかってことは、ええ、この体勢を作っても、 いまいちセールにこうパワーを感じない前に持っていかれちゃうだけでたやた、えー、やたやってうるせえですけどね、えー、私の場合はこのアビームにちゃんと向いてるとボードが、えー、アビーム向いてるから、えー、風に対して体もアビームの位置に正対する同じ形なんだけどセールに引き込めるか引き込めないかということが えー、ありますだからまあ、あのー、下ってますからね、引き込もうとしても、えー、その分だけもう開いちゃってるから、風の流れが悪くなるから、いまいちっていうところあります。で、アビームだったらしっかりと、えー、ここで引き込んで、これ、ぎゅっともっと引き込んできますけどね、えー、そういう形です。で、ここでよく私言うのは、えー、この体勢でね、本当は腰をこう、風上の方に向けて背中を向けましょうというふうに、ちょっとお話をいつもします。えー、普通のセリングもホームのように背中を風上に向ける。 っていうことなのかな。それを結構言ってたんだけど、実と結構できてるんですよ、本来 <laughs>、えー。私の形を見てもらってほぼ同じような感じ私は本当、もう少しぐって引いた方がいいんですけど、えーまあ、あのこのくらいが55だと弦とかっていうところなんですけどもね。まあ、でも、こんだけ引き込んでボードがビ部に向いてれば風が入って、えー、走り続けるっていうことなんですね。えー、でそういうことです。でもう一点このボードがね、交、え、代、ー、に向いてるから、そのセールの風の。えー 吹いてる角度に対してのボードの角度、それに対しての体の向きということを考えると、えー、どうしても引き込めないということ、引き込めるか、このままこうコントロールできなくなってしまうということがあります。でもう1点、えー、この体の内側の倒れ込みという、えー、この前に、ねえー、なんだろうセール開返すときに倒れ込みが少なかったとっいうのが、ここの状態で立ってしまう。 これ、内側に1個ずつ、1個頭。これはまあ,あ、普段結構ね、できる方なんだけどこの動画ではちょっとできないんで、とてもいいサンプルになってしまったんですけども、本来、頭1個分こうできてれば、ボードのレールが入ってて、このとボードも回ります。そうすると、どういうことが起きるかというと、この体勢、同じような体勢、同じ向きぐらい今なってますからね。実言うと、セールに風入れるのに、 上半身、肩の上、この腕でセールに風を入れようとしてるいですよ。だからボードが垂直に立ってるもんですから、手だけで入れるでようと手だけでパンっともっと入れてください。前に飛んじゃうんですよ、実言うと。で、どんどん下っちゃうんです。で、これで体が先ほど言った内側に倒れ込んで、セールを返して、内傾軸を取ったまま返すと、実言とこの体勢でも、体が風上に倒れてるです。ということは、ハイクアウトしてる。そこがね、結構重要ポイントになっちゃう。 普通のセーリングフォームでちょっと考えてみてください。普通ですよ。スイッチスタジアム。マストを立てて、体をボードのセンターに立てて、セールを引き込んでください。風が吹いたら、これは前に飛ばされるんです。コントロールできないんです。で、ちょっと上級者になってプレーニングできるようになると風、風に対して体がボードより風上に向いてハイクアウトって状態なんですよ。だから、体重が60キロの人は60キロの体重を使いながら走るんですよ。本来は。 これは多分ね、普通のセーリングではみんなちゃんとできてるんです。ただ、スイッチスタンスの時にどうしても上半身で手で風邪入れてくるんです。それを、この、えー、先ほどあったタオあの内径軸を取ったレールコントロールで、えー、しっかり内側に、えー、こちらの方だったら頭1個分内側に行けば、体重でセールを引き込むことができる。ですね、えー。その大きな違いなんですね。だからこの えー、この体勢を作るのどうするんですかうまくいきませんっていう時にその一歩手前の本当は内傾軸っていうことをちゃんと取ってレールをキープしてれば声力を食って風スイッチスタンス入れた時に体が風上に倒れてますからそこでグッとこう体重でその時にちょっと後ろ腰をクって引いて声力を引き込んでもらう手よりはこう、まあ、手も使えますけども、えー、体重で引き込んでもらうってことをね考えるととってもとってもできるんですよね自重と。 そこが最大のポイントなのかな ?2 つぐらいポイントありますけど、最大のポイントは風上にハイカウント、普通のセーリングホーム、プレーニングホームと同じように、ブームにぶる下がるように体重をかけるっていう、ただそれだけなんです。そうするとできる。 あとはスイッチスタンスの形を作るために、まあ、あの細かいね、点がいっぱいあるんですけどもね、えー、これ、後ろ足荷重になってますから、これを前足荷重、前足の腰の棒に乗せるようにして腰を引いてあげるっていうこと、えー、後ろね、これだとノズ、そのうち上がります。<laughs> 上がらないように。で、重心はでもね、結構前にしてます。前の肩の方にあごが乗っかるようにします。あともう一点、細かいこと言うと、目線。セール見てるんで、どうしても、えー、ここからボードがこうやって風上に向いてってくんないんですよ、実言うとね。これ、あのー、私の方の見てると、もう、 風上向いちゃってるんですよもんね、目線がね。で、ぐっとこう、体重がこう、内形軸によってセールに体重が乗ってるっていう、この違いだけ。これはえ練習によって克服できるってことなんですね。普段からまあ,あんまり風がないときでも風上に倒れる練習をする。風上に倒れる練習をする。スイッチにさせてね、体重を使ってセールを引き込むっていう練習をする。あとは目線。あとはこのえ重心移動。 っていうところなんですね、えー、そこが大きな違い。思いっきりこう、本当はね、こうあの動画でこうやって対比するまでは、全然多分体勢違うんじゃないかと私は思ってたんです。だからもう修正するとかいっぱいあるなと思ってたら、見たら、そうでもないんです。形はある程度作れてるんです。 えー、ただ、えー、重心が体重が線に乗ってるか乗ってないかというだけの話かな、あとはボードの角度がちょっと違うかなというぐらいなので、えー、それをたどっていくと、えー、内径軸をしっかり取ったレールコントロールができていれば、最初も最後もこのこ形になってしまうので、実言とできてしまうということなんです。だから、まああのー、なんだろう、根本的な本質としては内径軸、そして、えー、あとはこう体重を使う。 ハイクアウトする、ぶる下がるようなセリングホームっていうことをしっかり考えています、まあ、頭の位置もちょっと違いますからね、えー、しっかりとブームにぶる下がるような感じであの私の方がなってます、えー。肩や上半身、えー、腕だけでセルフを持って、これは写真見ればすぐ一発でわかりますからね、えー。そういうことです。だからスイッチスタンスの練習をしましょう。 普段から、ね、風がない時もちょっと来て少し練習して形を作るそして MTT イメージを見るのにもしっかりスイッチスタンスの形を作るってことでしっかりと理解してもらえばいいと思いますそしてあとは実践で体に落とすその実践も微風で練習して形を作るってこともなりますそうすると最短でね本当に形できます本当に最速で最短で形を作ることができますそして実践につなげていくって、まあえー、前話した、ね、練習方法と一緒ですその順番を追っていけば、えー、イメージして形を作って MTT で形 作ってそして、えーまあ、プラスねこう美風であの実践で形を作るそしていざ本番でそれの形を出すっていうそうすると、えー、多分1日やってれば、えー、後半には多分 そのの形もでできるるようになると思いいますのでぜひ練習してみてみください今回はね、ストラップインジャイブ後半のスイッチスタンス、そして失速を完璧に塞い防いでしまって走り続けちゃいましょうというところです。これはかなりね上級者レベルのちょっと話なんですけども、結構上級者の方でも最後のスイッチスタンスで足を入れ替えるときにみんな悩んでます。ボードが止まってしまう 深く加速して止まらないジャブしてるのに、えー、足の入れ替えでみんな止まっちゃうんですよねみたいな話がもうワンさが今出てますので、えー、今回はその解説をしました、えー、2つのポイントをしっかりと頭に入れて、えー、練習してみてください、えー、本日も動画解説、えー、見ていただきありがとうございました